令和4年6月11日、本日は土曜日です。土曜日は11時から受付しております。ラブレメンの帯チャレンジスタートいたします。よろしくお願いいたします。では予選第1ラウンド第1組、出走ドライバー屋敷選手、北畠選手、三越選手、太田選手、尾崎選手、二宮選手、以上6台ご準備の方お願いいたします。ご準備できた方は操縦台くじ引きにてお決めください。ウォーミングアップランはございません。ウォーミングアップランはございませんのでお気をつけください。第2組の方はコースマーシャルお願いいたします。第2組の方はコースマーシャルです。7月のミニカップ関西大会までは、ちょっと公式よりの、レースコンセプトで行いますのでウォーミングアップラン等ございません。ご準備の方お願いいたします。屋敷選手、北畠選手、水越選手、太田選手、尾崎選手、二宮選手、前列グリッド、前列グリッド、屋敷選手、水越選手、尾崎選手、前列グリッド、あ、まだ計測通過しないでください。失礼。はい、はい、OK です。いや、計測通過してください。はい、どうぞ。前列グリッドは屋敷選手、水越選手、尾崎選手。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。ダブルメンノービスチャレンジ予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。さあ、1台ストレート、スタート直後フラッシュあったが、さあ、サイレンスは整った。じゃあ、さあ、3番手以降でつまぜり合い、あーと、さあ、やっちゃミス。さあ、その中トップで抜けてきたのは水越選手。さあ、白、蛍光、色、黒のマシン。さあ、序盤からいい形でレース展開作っていくか。2番手、尾崎、3番手、ニューニュー、4番手、太田、5番手、屋敷、6番手、北畠。さあ、WM ノービスチャレンジ予選第1ラウンド第1組。さあ、これで3番手が入れ替わりだったか。トップ水越、2番手尾崎、3番手太田、4番手乳乳、5番手屋敷、6番手北畠。さあ、2番手以降がテルズノーザ。さあ、その間にトップ水越がアドバンテージを広げていく。さあ、2番手蛍光レンジのマシンが尾崎選手、そのすぐ後ろ白蛍光ピンクのマシンが太田選手、2番3番がテルズノーズ、4番手に乳乳、5番手イエロー白が屋敷、5番手、6番手、白地蛍光グリーンのラインに入ったマシンが北畠。レース残り時間は1分50秒です。残り1分50秒。さあ、これで太田が2番手に浮上したか。残り時間1分45秒です。さあ、3分間周回レース。おっと、さあ、ミスがあったのは尾崎選手か。トップ水越、2番手太田、3番手ニューニュー、4番手尾崎、5番手屋敷、6番手北畠。さあ、トップ水越、守りきれるか。後方、太田が距離を詰めてきたか。その差 1.3 秒か。ニューニューも3番手クライシック 1.6 秒後方。4番手尾崎、5番手屋敷、6番手北畠が近い。4、5、6が近いか。レース残り時間は1分15秒です。残り1分15秒。さあ、トップ水越、2番手太田との距離は 1.6 秒差。白、蛍光、イエロー、黒のマシン。現在、計測駆け上がりから最終コーナー。ストレートを走る白、黒、蛍光、イエローのマシンがトップ水越選手。後方2番手、白、蛍光、ピンクのマシンが太田選手。後方からず 1.6 秒。さあ、トップ水越、2番手太田。距離は 1.3 秒。ニューニューが3番手安定して走行している。4番手尾崎、5番手北畠、6番手屋敷。さあ、これは違った。戻った。ウィングは取れたけど戻った。2番手。さあ、トップ入れ替わって、トップは太田。2番手。水越、3番手ニューニュー、4番手尾崎、5番手北畠、6番手屋敷。レースは残り30秒切りまして、残り25秒です。残り25秒。ダブルメンノービスチャレンジ予選第1ラウンド第1組。さあ、残りは間もなく15秒です。残り15秒。さあ、トップに立ったのは太田。2番手水越が猛追。後方 1.5 秒ってところでしょうか。1.4 秒ですね。残りは3。2、1の間もなく3分経過。タイムアップ追加のゴールです。太田選手ゴール、水越選手ゴール、北畠選手ゴール。レース続行中、ニューニューゴール。屋敷選手まだもう1台です。もう1台レース続行中。はい、電車ゴールです。ゴールは太田選手16ラップ3分2秒67。
さあ続きまして WM ノービスチャレンジ予選第1ラウンド第2組の方、操縦台を決めいただきましたら、計測ラインはまだ通過しないでくださいね。計測ラインは通過しないようにお願いいたします。さあ第2組出走ドライバーは坂林選手、高橋選手、山内選手、山室選手、塩坂選手、岡田選手、以上6台走行です。前列グリッド、坂林選手、山内選手、塩坂選手、前列グリッドにおつください。はい、操縦台をお決めいただきましたらスターティンググリッドにおつください。 WM ノービスチャレンジ予選第1ラウンド第2組、まもなくスタートいたします。6番エントリー。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。 WM ノービスチャレンジ予選第1ラウンド第2組、3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。さあ、もっと、さあ、3台引っかかったさあ、これで抜けてきたのはトップ塩坂、2番手岡田、3番手に山室、1、2、3が繋がっている。4番手坂林、5番手高橋、6番手山内。さあ、トップ変わって山室、2番手塩坂、さあ、クラッシュがあった。さあ、これで、山内が3番手ではない、みんな頑張ってっぽいけど。さあ、トップは山室、2番手岡田、3番手坂林、4番手塩坂、5番手高橋、6番手山内。さあ、レースの方は序盤の1分が間もなく経過しようというところ、残り2分10秒ですね。残り2分10秒。トップは山室選手、黄色白のマシン。さあ、安定して走行しております。トップ山室。さあ、中央付近2台がクラッシュ。さあ、トップは山室、2番手岡田、3番手坂林、4番手争いは塩坂、高橋か、白いマシン同士の4番、5番、そして6番手に山内。残り時間は1分40秒です。レースは残り1分40秒。さあ、依然トップ山室、このまま逃げ切れるか。まもなく3分間周回レース折り返し点、黄色白のマシンがトップ山室選手、後方メタリックオレンジにグリーンの差し色の入ったマシンが岡田選手、2番手。さあ、迫ってきた、迫ってきた。1位2位が 0.4 秒差。さあ、1秒切って、あっと山室ミス。さあ、これでトップ入れ替わり。トップ岡田、2番手山室、3番手に坂林、4番手高橋、5番手山内、6番手塩坂。さあ、クラッシュがあった、マーシャルお願いします。さあ、残り時間は1分5秒です。残り1分5秒。さあ、トップ再びテルトノーズか、岡田、山室。残り60秒。さあ、レースは残り1分、残り1分、2分経過いたしまして、残り1分です。さあ、トップ岡田、山室が後方少し遅れたか、 1.6 秒差。坂林は3番手キープ、4番手高橋、5番手山内、6番手塩坂。さあ、レース残り時間は40秒です。残り40秒。さあ、残り30秒。レースは残り30秒。ダブルMノービスチャレンジ予選第1ラウンド第2組。さあ、トップ岡田、2番手山室、後方 1.4 秒。山内は3番手っぽいラップ。残り12秒。こういうシチュエーションもね、ありますから。めっちゃやったら速いラップマーカーね。そういうパターンもよくあるんで。こんなラップに追いかけられることもある。残り、ここでタイムアップですね。坂林ゴール。おっと、1台引っかかっている。さあ、レース中、レース中、まだです、まだ。はい、全車ゴールです。ここは岡田選手、16ラップ3分、6秒30。塩坂さん、塩坂さん、8ラップ目ってなんか引っかかってました？真ん中、ちょうど真ん中らへん引っかかってたことありました？まあ、普通には周回してます。あ、了解です。ここは無事に了解です。はい、はい、では、WM ノービスチャレンジ予選第1ラウンドが順位確定いたします。暫定予選順位確定いたします。
さあ、それではプリントアウト出しまして、本日は12台エントリーですので、決勝組は2つ分けですね。6台ずつの2つ分けとなります。今のところ暫定結果でボーダー、暫定6位尾崎選手は16ラップ3分、きれいに16ラップと15ラップ以下で、分かれている6台ずつの予選レースリザルトと、暫定リザルトとなっております。では5分間インターバルの後、予選第2ラウンドを行います。インターバル5分間です。まもなくインターバル終了しますので、続きまして予選第2ラウンドへ参ります。予選第2ラウンド第1組出走ドライバーは屋敷選手、北畑選手、水越選手、太田選手、尾崎選手、二宮選手。はい、操縦台くじ引きにてお決めいただきますが、スターティンググリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。ダブルメンノービシャンジ予選第2ラウンド第1組3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあ、目指せ16ラップ。さあ、スタートしました。さあ、前列、おっと、クラッシュ型、いいスタートを決めたのは太田選手、後方水越、おっと、ニューに引っかかっている。じゃあ水越、トップ太田、2番手水越、3番手尾崎、4番手北畑、5番手屋敷、6番手ニューニュー。さあ、トップ太田が先ほど予選暫定ポールタイムをマークしています。第2ラウンドスタートから決めてきた。さあ、自己ベスト更新なるか。注目はトップ太田選手、現在ストレートから1コーナーに入っていく。後方2番手水越選手が、そのさあ、すでに2秒距離が空いてるか。3番手に蛍光レンジのマシンが尾崎選手、4番手ニューニュー、5番手屋敷、6番手北畑の順。レースの方は残り2分10秒です。残り2分10秒。トップ太田、2番手水越、3番手ニューニュー、いや3番手尾崎、失礼、4番手ニューニュー、5番手屋敷、6番手北畑。いや、これで5番手北畑、6番手屋敷。さあ、レースの方は残り1分50秒です。さあ、トップ太田選手、白蛍光ピンクのマシン、現在中ストレートから左コーナー。レース残りは1分30秒、折り返し地点を過ぎました。3分間周回レース半分が経過いたしまして、順位の方はトップ太田、2番手水越、3番手尾崎、4番手ニューニュー、5番手北畑、6番手屋敷。さあ、残り1分15�秒です。レースの残り時間1分15秒。ラブレメンノービスチャレンジ予選第2ラウンド第1組、現在トップ走行は計測駆け上がり、最終コーナーストレートを走る白蛍光ピンクのマシン、トップ太田選手、メタリックピンク、目からの白地にメタリックピンクが鮮やかなマシン、トップ太田選手、後方白黒蛍光ピンクの蛍光イエローのマシンが水越選手、3番手、さあ、尾崎がミスがあったか。これでニューニューが3番手に上がってきた。4番手、尾崎、5番手、北畑、6番手、屋敷。レース残り時間は35秒です。残り35秒。さあ、太田、このペースでいけば、第1ラウンド、自己タイム、暫定ポールタイムですから、これを上回るペースか。さあ、残り15秒です。残り10秒、残る。さあ、トップ太田、残り3、2、1のタイムアップですね。さあ、ゴール、ゴール、尾崎もゴール、屋敷ゴール、レース続行中、水越ゴール。さあ、17、惜しくも届か、ニューニューゴール、レース続行中です。ドライバー動かないでください。はい、電車ゴールです。トップゴールは太田選手、16ラップ3分0044。ほんま4秒で、あと17ラップわずかに届かずでしたが、しかしナイスラン、自己ベスト更新ですね。さあ、太田選手が暫定ポールタイムを更新いたしました。さあ、では続きまして、予選第2ラウンド第2組の方、ご準備の方お願いいたします。出走ドライバーは
坂林選手、高橋選手、山内選手、山室選手、塩坂選手、岡田選手、総10台くじ引きでお決めいただきましたらスターティンググリッドにお付きください。前列グリッド、高橋、山室、岡田、高橋、山室、岡田、お三方前列グリッドです。さあ、WML ノービスチャレンジ予選第2ラウンド第2組、予選最終組となります。ボーダーが変わらずですか。あ、変わらずですね。16ラップ、上位予選暫定6位と7位以下が15ラップ以下となってますね。16ラップが、予選、まあ、決勝後半組なんですかね。決勝後半組、あ、大丈夫です。もうさっきの使ってますね。決勝後半組の必須条件ですね。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参りたいと思います。 WML ノービスチャレンジ予選第2ラウンド第2組、3分間周回です。スタートです。スタート、10秒前。さあ、スタートします。いたしました。さあ、緊張のオープニングラップ。さあ、トップで帰ってきたのは黄色いマシン、山本選手、後方高橋選手が通過。さあ、3番手5プラス型1対戦闘。さあ、3番手山内、4番手坂林、5番手塩坂、6番手岡田の順。さあ、そうですね、予選結果見ましても2回目まだまだタイムアップできそうな選手も何人か見られます。さあ、そんな中、山室選手は現在トップ走行。山室選手は予選第1ラウンドで暫定4位タイムをマークしております。さあ、そう、怖い存在は山内選手だ。先ほど第1ラウンドでは沈みましたが、スピードは持っている選手。2番手山内選手、60代シニアドライバーではありますが、若さあふれるドライビングです。さあ、山室山内が1位2位その差1秒差。3番手に高林、4番手岡田がリーダー、5番手塩坂、いや5番手高橋か、5番手高橋、6番手塩坂。さあ、トップ山室、黄色白のシーン、後方山内選手が徐々に詰めてきている。さあ、レースの方は残り1分40秒です。関東から周回レース残り1分40秒。さあ、1着クラッシュ。さあ、戻れない。さあ、に戻りが戻れない。山内がこれで4番手まで下がった。さあ、痛恨のクラッシュ。一瞬にしてワンラップ。もうミスがいかにあかんかということです。さあ、トップ山室、これさっきも見た、これさっきも見たやつやな。残り1分10秒です。残り1分10秒。やたら早いラップマーカーいるパターンあるってさっきも言うた。これをこなしてこそのトップ走行。まあ、こんなラップあんまいいんけど。さあ、2番手はこれ岡田選手が上がってきてる。さあ、2番手岡田、3番手に、坂林、4番手高橋、5番手山内、6番手塩坂。レース残り時間は50秒です。残り50秒。さあ、山室が単独トップのはずだが、なぜか追い立てられている。黄色いマシンがトップ山室選手、2番手岡田選手が後方 2.6 秒、メタリックオレンジマシン、それも判断ですね。残り30秒。さあ、残り30秒。トップ山室、2番手岡田、3番手坂林、4番手高橋、5番手山内、6番手塩坂。レースは残り20秒。さあ、山内なんとか守りきれるか。おかしい、楽勝で走るはずやけど。2位との距離は 2.1 秒。残り10秒。さあ、残り10秒、ファイナルラップ。さあ、これいいとこで帰ってきそうですね。さあ、間もなく3分経過。タイムアップ高橋ゴール、山本トップゴール、山内ゴール、ゴールゴール、レース続行中、レース続行中、レース続行中ですよ。まだです、まだもう一台。はい、選手はこれでストップゴール。山本選手16ラップ3分2秒6、まあ、結果こう押してくれた感じですよね。しんどいところ頑張ったよ、しんどいところは。トップ走ってもしんどいところは、でも走ってるわけでしょ、だってただ走ってるわけで。でもすごいな、精神力がすごい。山内さんが前に行くところがあるんですよ。なるほど、なるほど、それは確かに
正しい判断かもしれない。はい、では、予選ラウンド全行程終了です。まずは第2ラウンド、プリントアウト出ます。ではインターバル5分間の後決勝レースを行います。はい、ではインターバル終了です。決勝レース参ります。今日は第1、第2組とも8分で行います。なんで8分かというと、公式レースの A メインが8分で、開催されることが多いからです。はい、では、操縦台、予選順でお決めいただきます。まずは尾崎選手からどうぞ。はい、続きまして高橋選手。はい、次山内選手。はい、次北畑選手。次屋敷選手。最後塩坂選手。はい、ほんで1番グリドからいきますわ。1番グリドから。はい、もうオールカップ準拠で、1番グリッド尾崎選手、2番グリッド高橋選手、3番グリッド山内選手、4番グリッド北畑選手、5番グリッド屋敷選手、6番グリッド塩坂選手で、スターティンググリッドの位置がこう1コーナーに近いと、1コーナー進入もね、普段とはやっぱ違う入り方するんで、そういうのもイメージしながらね、まあ、今日は別にミスっていいんで、ただまあ極力ミスらない方法を自分で選択できるように、判断してみてください。では参ります。 WML ノービーチャレンジ決勝第1組、8分間周回でスタートです。スタート10秒前、まあ、とはいえね、公式もエントリーが多い場合は8分以下になる場合もあります。さあスタートいたしました。さあ1コーナーは皆さん綺麗に抜けていった。おっと、さあオープニングアップちょっとミスだった。さあトップは尾崎、2番手高橋、さあ3番手4番手行こうクラッシュか、3番手には屋敷、4番手塩坂、5番手山内、6番手北畑。さあ塩坂見つかった、前外れてます。塩坂さん、あのマジのとこ入ったら前はめてもらってください。前外れてるでしょ、大丈夫。塩坂さん前外れてませんか。まあそのまま行くも行かへんも本人次第ですね。残り7分20秒ありますから、だからなんとやったら早めの方がいいですよ。さあトップ、前は外れてた、外れてない、大丈夫です。でもなんかめっちゃそこそこでもなんか下がってます、ね、はい、順位定します。トップ変わってる、トップ高橋。さあトップ高橋、白いアウディ R8、現在天満駅、最初からストレートの白いマシンですね。高橋選手はトップ走行、2番手は屋敷選手ですね。黄色白のマシン、さあすぐ後ろ山内が来たか、いやこれよくてワンラップ。さあ残りは6分40秒、いや尾崎選手は抜けてんのか、高橋尾崎ですね、そして3番手山内、4番手屋敷、5番手北畑、6番手塩坂。レースは残り6分25秒、まだまだ長丁場。さあトップ高橋、このまま守りきるか、2番手尾崎選手が蛍光レンズのマシン、マクラーレン取り出し。さあトップ高橋は白のアウディ R8 です。3番手には山内選手、白蛍光ピンクの差し色の入ったアウディ R8。 4番手は屋敷選手、イエローホワイトのマクラーレン P1 GTR。5番手北畑選手が白地にグリーンのラインの入ったマクラーレン 12GT。 6番手に塩坂選手が白地に赤い模様の入ったマシン。さあ各社それぞれまだまだ分からない距離、トップ高橋が少しリードを奪っているが、2番手のとの距離は 3.9 秒、アドバンテージは 3.9 秒ある。少し中盤余裕のある展開か。レースは残り5分30秒です。残り5分30秒、トップ高橋、2番手、尾崎、3番手山内、4番手屋敷、5番手北畑、6番手塩坂。さあポジション争い一番近いところは屋敷北畑、4番5番が 2.2 秒ですね。さあ 2.2 秒、ワンミスがあれば A カール距離だ。さあトップ高橋は2番、おっとさあラップマーカットから身勝った、相手入れ替わった。さあ北畑、屋敷が入れ替わったか、5番6番、4番5番ですね、4番5番。さあレースは残り5分です。さあ8分間周回レース、3分が経過いたしました。トップ高橋、2番手尾崎、
この周回、あ、山内が来ているか。さあ、尾崎山内が出る角田。さあ、2番、3番。蛍光オレンジのマシンガン、2番手尾崎選手。すぐ後ろ、白蛍光ピンクのマシンガン、山内選手。さあ、2番、3番が出る角田。レース残り時間は4分30秒です。まだまだレースタイム残っております。半分以上残っている。レースタイム。おっと、さあ、2番、3番。一触即発。デールツーノーズサイドバイサイド。さあ、残り4分20秒。さあ、まだまだレースタイム残ってますね。さあ、2番、3番。尾崎山内、まだバトル続行。さあ、中央ストレート2台。おっと、さあ、尾崎膨らんで山内は抜けた。さあ、これで山内2番手浮上。3番手尾崎。今度は前後を入れ替えての。その差はまだ1秒来ている 0.9 秒差。さあその間にトップ高橋が逃げる。2番3番でやり合うとトップは楽々逃げていく。これでトップ高橋が現在手前の高速 S 字低速ライン最終コーナー白いマシンアウディ R8 トップ高橋選手、2番手山内選手、3番手尾崎選手が距離が 1.9 秒2秒来ている。4番手は北畠選手上がってきたが4番手、5番手屋敷、6番手塩坂選手。レースの残り時間は3分20秒。さあ8分間周回です。折り返し地点が過ぎました。残り3分20秒。さあ後半戦に入ってどういったレース展開が待ってるんでしょうか。さあトップ高橋はこれも楽々走行してますね。落ち着いて、非常に落ち着いた安定した走りを見せている。白いアウディアレイト2番手山内選手が、こちらは元気いっぱいのドライビング。レースは残り3分です。残り3分。トップ高橋、2番手山内 4.2 秒差。2番手山内、あっと山内にかかっている。さあ戻れない戻れない、尾崎が来た。さあまたまた2番3番山内 VS 尾崎。さあ高橋あんま余裕見せた、知らんで高橋さん知らんで。さあ2番3番でもやり合ってしまうのか。山内尾崎 0.7 秒差。さあ白地に蛍光ピンクのラインが入ったマシンが2番手山内選手、間1台ラップマーカーを挟んで蛍光レンジのマシン、あ入れ替わった。さあ2番手尾崎浮上。さあ蛍光レンジのマシンが尾崎選手2番手浮上。さあ山内が戻れない戻れない、解雇されてる残り2分です。残り2分。さあこれで高橋選手もかなり余裕ができましたね。いや余裕こきすぎやからさあ残り2分です。残り2分。さあここで6分経過いたしました。さあ未知数の残り2分。これでポジション争いがあるんでしょうか。近いところは、4番北畠、5番屋敷、ここは 2.5 秒。他はそれぞれ余裕ができましたか。5秒から6秒の間以上の距離となっている各ポジション。高橋選手がトップ走行ですね。2番手尾崎選手との距離はこの周回でどうなるか。尾崎選手が帰ってきて 5.4 秒差。さあ高橋トップ、2番手尾崎 5.4 秒、2番手尓崎、3番手山内は 5.7 秒、北畠4番手が8秒後、5番手屋敷がその後ろ 2.3 秒、塩坂選手はワンラップの6番手。残り時間は1分となります。残り時間1分です。さあ8分間周回列7分が経過いたしました。ラスト1分、ラスト1分。さあこれで各社まあかなり5秒以上5秒ですね、4秒の距離が空いている。残り45秒。これはもうトップ高橋選手はフル走行で大丈夫でしょう。尾崎山内か、ここもまだまだ余裕あるか。 4.4 秒差。残り30秒です。あとはもう何もなければポジションは確定しそうな距離だが、レースは最後まで何があるかわからない。決して諦めてはいけない。残り15秒。残り10秒。残り10秒。さあダブル M 伸びチャレンジ決勝第1組、間もなく8分経過のゴールタイム。もしもし。さあファイナルラップに入っていく。タイムアップ山内3位でゴール、高橋トップゴール。レース続行中、レース続行中。3番ゴール北畠選手ゴール。
やらしい選手ゴール、あと2台まだですよ。はい、自転車ゴールです。お疲れ様でした。トップゴール高橋選手、2位尾崎選手、3位山田選手でした。トップゴール高橋選手は41ラップの8分1秒。まあ、ミスがもう少し減れば、42ラップは入るんでしょうかね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。では続きまして決勝第1組ご準備の方をお願いいたします。予選順で操縦台をお選びいただきますので、さっき出走ドライバーいきましょうか。出走ドライバーは太田選手、山室選手、水越選手、岡田選手、ニューニュー選手、坂林選手、以上6台走行。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。 WML ノービスチャレンジ決勝へ、第2グループ8分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあ、早めのスターティングシグナル。おっと、さあ一瞬ヒヤリとしましたが、さあポジションキープ、2番手争いが入れば、やってしまった。さあこれで2番手に岡田が浮上。トップは太田、いや岡田ミス、いやミニさあ岡田ミスってたが、再び2番で、あっと痛い、戻れない。ここから残り7分30秒。ここからさあトップは太田、2番手岡田、3番手山本、4番手坂林、5番手ニューニュー、6番手水越。さあレースはまだ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 残り7分10秒。序盤の1分が経過いたしまして、たっぷりレースタイム残っております。残り間もなく7分です。さあトップ太田、1番グリッドからズバッとスタート決めまして、2番手は岡田選手。さあ4番グリッドスタートの岡田選手が2番手に上がっている。トップ太田、2番手太田の距離が、岡田の距離が2人とも抑えております。さあその距離は 2.8 秒ですね。そして3番手山本選手は 1.7 秒後方、4番手ニューニューが2秒後方、5番手坂橋が 1.1 秒後方、6番手水越が 2.2 秒。まだまだ勝ちは分かりません。ワンミスで追いつき抜かれる距離。さあ序盤のつばぜり合いが落ち着きまして、さあちょっと水越選手がミス、あ山室もミス。さあこれで2番手入れ替わり、いや3番手入れ替わり。さあニューニュー3番手に浮上。トップ太田、2番手岡田、そこが 2.7 秒差、いや2秒差になっている。さあ太田岡田、1番2番が2秒差、4.9 秒後方ニューニュー3番手、4番手坂林、5番手山室、6番手水越。レースは残り5分50秒。さあ約6分ですね、6分弱、2分が経過いたしまして、トップ太田が現在1コーナー2コーナーに入っていく。白メタリックピンクのマシン、さあカラーリング非常に鮮やかなマシン。トップ太田選手、現在ストレートから1コーナー、後方岡田選手が猛追。メタリックオレンジにグリーンの差し色の入ったマシン。さあ太田岡田、距離が縮まってきているか。この周回でその差 1.8 秒差、おっとさ、1点引っかかっているか。さあ3番手はニューニュー単独、現在ストレートから1コーナー、4番手坂林、5番手山室、6番手水越。さあ残り時間は5分となります。残り5分です。さあ残り5分、トップ太田守りきれるか。後方からが変わらず 1.8 秒。さあ1位2位が距離がなかなか縮まりも広がりもしない距離。残りは5分切りまして、残り4分45秒です。8分間周回レース。さあトップ太田、さあラップマーカーに絡まれている。そういうこともよくある、そういうことも。さあこれで1位2位距離が縮まっている。 1.1 秒差。さあ太田岡田 1.1 秒差。さあサイドバイさん入れ替わった、ここからここから、あっとサービスがあった。さあ岡田トップに立った。さあ岡田中盤、残り4分10秒。さあ4分10秒、トップ岡田、2番手太田、その差 0.8 秒差。
まだまだ分からない。しかし、このレース展開ですね。残り4分。これをものにするか。ここはもうね、速さとか以上に重要ですからね。まあでもそのきっかけは結局ミスなんで。ミスってるともう何もなんない。はよ走ろうが何しようか。さあ、トップ岡田、2番手太田、3番手ニューニュー、4番手坂林、5番手山室、6番手水越。レース残り時間は3分30秒。さあ、トップ入れ替わってるって。さあ、トップ太田変わって2番手岡田。さあ、再びこの上位夫人となっている山本ミス。さあ、これで岡田太田、さあ、シーソーゲームですね。残り時間3分10秒。さあ、まだまだレースタイム残っている。3分10秒、トップ争い岡田太田 0.7秒差。レースは残り3分です。残り3分。さあ、8分間周回です。5分が経過いたしました。トップ岡田選手がメタリックオレンジにグリーンのラインの入ったマシン、後方2番手太田選手が白地にメタリックピンクのマシン、後方1秒切ってる 0.8秒差。3番手は単独ニューニュー、4番手坂林、ここドイツか、ニューニュー坂林 1.6秒。さあ、トップ争いと3位争いが入り乱れる状態となっている。5番手山室、6番手水越。ここわかんないですね。坂林、山室 2.4秒、山室、水越 3.1 秒ですから。さあ、ニューニュー坂林 0.4秒。さあ、3位争い、これやっちまうと後ろも追いついてきますよ。山室、水越もまだまだ見える距離にはいる。残り時間はまだまだ2分です。さあ、こっから今日は6分にしようか、8分にしようかと迷ってました。この残り2分で何があんのかと、なんかありそうやこれね。残り1分50秒、トップ岡田、2番手太田、ここもまだまだ予断を許さないトップ争いとなっている。その差は 0.8 秒差、 0.7 秒差ですね。そして3位争い注目、ニューニュー坂林、ここも1秒切って 0.5 秒差だ。その後ろ、山室、水越と、これも後方 2.8 秒に 1.5 秒ですね。これもまだまだね、ワンミスがあれば分からない距離。さあ、これで各ポジションほぼ全車バトル状態ですね。同一順位でトップ争い、3位争い、5位争い、全部ほぼ近い車は同一周回のバトル状態。さあ、3つのバトルが後半の、あった、さあ、水越、山室入れ替わり、5番6番入れ替わり。さあ、トップ争いもテルツモーズ、岡田太田の順、そして3位争い、ニューニュー坂林の3位争い、どこ見たらええの。残り1分、ラスト1分。やっぱ8分レースしといてよかったね。さあ、残り50秒、トップ争いテルツモーズ、現在ストレート2台トップ争い、そして3位争いがストレート、ニューニュー坂林、5位争い水越山本が現在ストレート。残り35秒。さあ、8分間でこんな終盤を迎えると思わなかった。残り30秒、山室クラッシュ戻れない。さあ、トップ争いがここを抜けて残り20秒。さあ、5番6番争いは勝負あったりか。さあ、3番入れ替わった、坂林優、そしてトップ争い、おお、ラッシュ。さあ、残り10秒。さあ、これでトップ争いも勝負あったか。坂林入場、3番4番残り3、2、1のタイムアップ、ゴール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 。いやいや、まだやだ、まだまだですよ。さあ、トップ帰ってきたのは岡田選手でした。これです、いや、すごいレースでしたね。優勝岡田選手、2位太田選手、3位坂林選手でした。お疲れ様でした。いやー、面白かったですね。やっぱ8分にしといてこういうこともありますね、まあ、こんなことそうそうないですけど。お疲れさんでした。いや、ほんまに全てのポジションナイスレースでした。はい、お疲れ様です。以上に TWM のオーディション終了です。また来週もよろしくお願いいたします。